ボリバープラーツ、ないし、ボリバル広場は、ベルギーアントウェルペンのザウトミュージウム地区にある、自動車の乗り入れが規制されている広場。町の宮殿と、通称される、裁判所の建物、ゲレヒツゲバウアントウェルペンの大きな階段の下には、トラムのプラットフォームが2面あって12番路線の、1911年以前に作成された絵葉書に、描かれた、アントウェルペン南駅があった。 当時のボリバープラーツ。現在の裁判所の位置には、1878年にアントウェルペン南駅が開業し、1965年に現在地へ移動するまで存続していた。駅の跡地に建てられた現在の裁判所は、イギリスの建築家、リチャード・ロジャースの設計により、2006年に完成した。広場に面して、ところにはテラスを構えたカフェやレストランがある。 ナイトクラブであったジリアンの跡や、高等専門学校の一つである、カレル・デグロト・ホーグスクルは、この広場からすぐ近くの場所にある。広場の下には高速道路 A112 として、ホリバルトンネルが通っており、アメリカレート、アントウェルペン環状道路である、R1、高速道路 A12 や A112 を接続している。この広場は、パフォーマンスの会場として用いられることもあり、 広場の名称は南アメリカにおける自由の投資であったシモンボリバルから名付けられている。2009年、広場の中にロールダーズが1987年に制作したヤンデリヒテの像が設置された。歴史遺産地区に近接するこの広場の役割は中心市街地南部における公共交通の乗り換え地点としての改善が期待されており、周辺では 様々な開発計画が進められている。広場の縁を通る形になっている、環状道路は将来、裁判所の裏手を通るように付け替えられる予定である。現在、広場を周回しているトラムの終端用ループ線は470メートルの路線をブルッセルストラート経由で新設して、現在のアントウェルペン南駅まで延伸される。その際には、バスターミナルも新設される。 広場とアントウェルペン南駅の間には、緑地公園であるコネエンエンウェイがあり、ふとケネディトンネルの間には、新たな住宅地区、ニューザウトが建設される予定である。加えて、ボリバープラーツからニューザウトまで、さらに、ペトロザウトや、シェルデカーエンまで、トラムを延伸する計画もある。ありがとうございます。